ジョン・ブレア・ビッカースタッフはアメリカ合衆国コロラド州デンバー出身のバスケットボール指導者。父は元 NBA コーチのバーニー・ビッカースタッフ。2015年11月から NBA のヒューストン・ロケッツの暫定ヘッドコーチを務め、2020年よりクリーブランド・キャバリアーズのヘッドコーチを務めている。1997年から1999年まで オレゴン州立大学で、その後1999年から2001年までミネソタ大学でプレーし、平均10.9得点、6.1リバウンドの記録を残した。2014年、シャーロット・ボブ・キャッツでアシスタントコーチとなり、その後ミネソタ・ティン・バー・ウルブズのアシスタントを経て、ヒューストン・ロケッツのアシスタントとなった。 2015年11月18日、ケビン・マクヘイルの解雇に伴い暫定コーチに就任。チームを何とかプレーオフに導いたものの、シーズン終了後に退任。2016年6月1日にメンフィス・グリズリーズのアソシエートコーチに就任した。2017年11月27日、デビット・フィズデールの解雇後、ピッカースタッフは、 グリズリーズの暫定ヘッドコーチに昇進し、2018年5月1日、グリズリーズのヘッドコーチに就任したことが発表された。2019年4月11日、チームがプレーオフに到達できなかった後、解雇された。2019年5月19日、クリーブランドキャバリアーズのアシスタント兼、アソシエートヘッドコーチに就任し、 2020年2月19日、ジョン・ベイ・レインヘッドコーチが辞任し、新ヘッドコーチとなった。3月10日、キャバリアーズはビッカースタッフとの複数年契約に合意したと発表した。ありがとうございます。